はい、どうもフロントです。まあちょっとね、ディーズロッカーの紹介ってあんまりしてなかったかなと思ってですね、はい、ついでだからね、まあ、このDトラッカーの125、案内しましょう。ちょっとご紹介。Dトラッカー125というね、このカテゴリーなんですけど、まあ、本来、日本国内の販売はしてなかったんですが、もともと大生産だった KLX125 のですね、まあ、モタード版ということでですね、発売を、これはブライトだったかな、ちょっとわかんないんだけど、もともとは国内では売ってなかったモデルなんですよ。で、それをね、何年かしてから、国内モデルという形で販売したらしいんですが、KLX125 は、まあ、まさしく、フルサイズのオフロードモデル。特に、原付2種のね、フルサイズ。フロント21インチ、リア19インチだったかな。うん。まあ、今でこそね、125のフルサイズオフロードって、アプリリアの SX だったりとか、ヤマハの、なんだっけ、XTZ? っていうのがあるにはあるんですけども、それまではね、昔の2サイクルを除いて4サイクルの、フルサイズっていうのはなかったんですよね。で、モタードということであれば、XR100 だとか、まあ、グロムもモタードとは言えないくもないでしょうけど、まあ、そんな感じのね、バイクがいっぱい出ていたのですが、まあ、この D トラッカーが、まあ、先陣を切ってね、モタードというのを出したわけです。で、当然、125cc の4サイクルですから、そんなにパワーがあるわけもなく、まあ、サイズも小さいのでね、遊ぶということに、まあ、着眼して、まあ、足つきを良くしたりだとか、タイヤを小さくしたりですとか、まあ、そういう遊び心をね、まあ、重視して作ったバイク、いわゆるファンバイクっていうモデルだと思います。まあ、スペックだけでですね、ものを言うとですね、まあ、排気量は123点いくつだったかな。まあ、そんなぐらいなので、馬力もね、10.2 馬力しか出てないんですよ。まあ、しかっていうか、まあ、そんだけ出てれば、十分っちゃ十分なんでしょうけども。で、その代わり車重がね、103キロとか108キロだったか、ちょっと忘れた。なんか最後の一桁がなんか丸っこかったような気がするんだけど。うん。まあ、車体が軽いっていうのがね、一つの特徴もあって、本当に、遊ぶ、このバイクをその、操作する遊びっていう意味ではですね、非常に優れたバイクだと思います。シート高がですね、805ミリ。ということで、カタログ図では書いてあるんですが、シートがむちゃくちゃ細いということと、あと、もう当然なんですか、オフロードみたいな、サスペンションを使っているので、リアは沈みます。ですから、私、身長163センチですけど、両足ぺったりくっつきます。じゃあ、馬力が 10.2 馬力だから、遅いのっていう話なんですが、まあ、正直なところ、125cc ということを考えるとですね、そんなに速くはないです。で、もちろん馬力というのは、最高速を出すためのスペック数字なわけで、実際にはトルクがですね、各、まあ、回転数にこうかかっていくときに、最大的にその、最高速を出すときに、このパワーを必要とするという数字を表すものなので、まあ、最高速という意味で言うと、まあ、100キロ出るか出ないかかな。うん、ちょっと、最高速テストというか実際測ったことないんでわかんないんですけど、じゃあ加速がいいのかっていう話ですが、まあ、ハンクラを使ってね、ある程度回転でつなげば、そこそこ速くは走れると思います。でもおそらく、ややもらってた。
すごいね、3台揃ってやへんしてる。あれもずっとやってんのかな、あの格好。まあ、加速の話ですけど、まあ、こちらのエンジン形式はですね、OHC 型のエンジンになっているので、高回転が回るというよりは、もう低速からトルクがあるっていう感じの作りになっているので、おそらく、まあ、3000回転ぐらいからアクセルをつないでも、演奏しませんし、そこからアクセルひねればですね、あの加速というかある程度スピードに乗ってくるんですよ。でこの KLX125 の特徴としてはですね、他の車種でこの、なんだろう、ファンバイクというか、ものにはあまりないフュエルインジェクション FI を搭載してまして、であとギアがですね、この手の 125cc は4速が多いんですが、一応5速まであります。ということで各ギアにですね、任せてその回転をキープするとそこそこ楽しんで走れる。しかもまあ市街地だったら全然車の流れに乗るどころか車よりも速く走れますね。まあその辺は125のスクーターなんかと一緒だと思うんですけど、まあそしてね、こういうツーリングに来るっていうことも、十分エンジンパワーとしてはあります。そしてタンク容量がね、こいつはですね7リッターなんですね。燃費どのぐらい走るのっていうところがあると思うんですが、まあ、こちらね、ぶっちゃけあのノーマルの時にそんなに測ってなかったんですけど、ノーマルで42.3、今あのマフラー変えたりあのコンピューター変えたりとかしてるんで、まあ、35.6 といったところなんですよ。だからまあ、で、240-250は、まあ、十分走るというふうな換算でいれば、まあ、ちょっとした林道に入る前にガソリン満タンにしとけば、間違いなく、まあ、ガレ場とか無理ですけど、ちょっとした、砂利ぐらいだったら、十分走れます。で、D トラッカー125と KLX ってどう違うの？思いっきり違うのは、フロントフォーク。Dトラッカーが倒立式のサスペンションに対して KLX が、テレスコピックになっています。でそして、タイヤが Dトラッカーは14インチなんですね。前後14インチになっています。それ以外の部分はほぼほとんど共通部品です。なので、まあ、KLX125 のドレスアップパーツだったら全部 Dトラッカーに付くんですね。であとは 125cc でツーリングするとなるとやっぱり高速道路使えないですよね。であと何ですか、自動車専用国道も使えない。自動車だからそういうのをちょっと注意して走らなければいけないんですが、まあ一般的に60キロ最高速が60キロに設定されているような大型のあの国道だったらば、何の何ですかね、躊躇することもなくそのスピードに乗っていくこともできますし、ギアを5速全部使い切るなんてことも必要はないと思います。まあただね、やっぱりこの勝敗気量のバイクっていうのを楽しいのはやっぱりこのギアをね、上げ下げするっていう一つの特徴もありますから、特徴っていうのは、まあ、楽しみなのか面倒というのか、このギアの上げ下げをねうまく使ってあげればもう本当にどこでも加速できる。で私はこの D トラッカーをまあこういうツーリングに使うということだと、まああまり長距離っていうのはねさすがにできないというよりはね、ケツが痛い。本当ね、このね、Dトラッカーの唯一の欠点は、もうこのシートが細すぎちゃって、本当ね、長時間乗ってると、お尻が痛くなってね、まあ、それでも、なんていうのかな、まあ、ちゃんと工夫してね、お尻の一点に力がかからないように走っていけば、そんなには疲れないとは思うんですよ。ただやっぱり普通にもうどっしり、まあ、ただ大型バイクのシートのようにねお尻を乗っけてるとやっぱり疲れますね。はい、ちょっとね、私原岡海岸っていうね、海岸を見てこようかと思ってるんですが、まあちょっとした木の桟橋があってね、インスタ映えするなんてこともあってちょっと有名にはなっているんですけども、その前にちょっと道の駅を寄って、また道の駅だよな道の駅富浦寄ってから、見に行きましょうか。
で少し天気も晴れてきたしね。国道127号、あとね、この D トラッカー125はですね、まあ、KLX も同じなんですけども、前後ディスクブレーキなんです。でスポークホイールのディスクブレーキって、まあ、正直、あんまり効くっていうイメージはない、なかったんです、今まで。ただ、こいつめちゃくちゃよく効くんですよ。だから本当ね、フロントリアもロックするぐらいブレーキが効くし、タッチが軽い、もうちょっと触っただけでガツンとブレーキが効くんで、あら、なんていうの、聞きだけで、このタッチの感じだけで言うと、RS200RS とほとんど変わんない。それぐらいよく聞くんで、こいつをね、サーキットで走らせて、でも声が聞こえちゃった。サーキットでですね、走らせて遊んでます。そうするとね、もうコーナーをね、えらいスピードで入ってっても、本当にね、ちょんってね、ブレーキが効くんで、非常に楽です。